もう、まあ、梅雨のシーズンって、はい、まあ、みんなちょっとストレス溜まったりとか、ちょっとうつうつしい感じの気持ちになるっていうシーズンだと思うんですけど、なんか最近なんかプリプリ起こったことってあります？そう、だからそのコロナ期間に5日目ぐらいからちょっと飽き出して、うん、同じ日々に、うん、それでちょっとプリーっていう感じで、プリープリーっていう感じになったそう、ね、何なんだこの生活はってこと、何なんだ自分は、うん、休んでることに対して、いや同じことしかしなくて、うん、なんかもうちょっとすればみたいな、お自分に対して怒った、はい、何にも自分に得することをしてなかったので、うん、例えば本読むとか、うんうん、何かそれこそ謎解きやってみるとか、そういうことをするわけでもなく、うん、だからって映画見て何かお芝居について学ぼうとか、うん、そういうこともせず、本当にただただ楽しく YouTube とテレビ見てずっとスマートフォンいじってたので、自分もうちょっとやることあるだろうっていう10日間もあるんだからっていうふうには思いましたね、うん、それ10日目で思うの？5日目ぐらいに思いました。じゃあさ、それ5日目から後ろ5日間なんか変えれるやん、はい、だからそのどうしてもできなくて結構じゃないのなんか映画見ようと思ったんですよ、よしじゃあネットフリックスでも開くかみたいな感じで思ったんですけど、やっぱいざ開こうとなると、いやちょっと待って、もう一回 YouTube 見ようみたいな感じで見ちゃって、で最終的にもう16時みたいな、1日ってこんな早かったっけって思いませんでした？おー、まあでもそうかもね。ですよね、まあ、1日の速さがすごくて、でいつも13時ぐらいに起きるので、うん、あっという間に16時17時なんですよ、うん、すごい、今週も睡眠について赤裸々に語ってくれありがとう、まあ、この前言ったのや言ったやつですね、うん、コルヒさんはありますか？あのタクシーの運転手さんで、ちゃんとお仕事全うしてらっしゃる方ももちろん多いですけど、はいはい、かとんでもないのに当たることもあるのよ、うん、お台場まで向かうって時に、はい、まあ、あれちょっと湾岸スタジオまでお願いしますって言ったら、え、どこ湾岸みたいな、タメ、はい、口で、あみたいなので言われて、あちょっとこのタイプちょっと嫌やなと思いながら、うん、もうまあ、とりあえずお台場の方ね、あちょっと待ってくださいと、あの分からなければ住所をお伝えするので、うん、あの入れていただけますか、はいはい、あでもとりあえず湾岸向かえばいいんでしょうって言って、はい、でバーって走り出すのよ、はい、であの高速乗ってくださいって言って、でバーって走ってて、でいつも高速乗る方の道じゃない方に明らかにこっちに行くから、はい、あれ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 と思って、はいはい、であすいませんすいません、高速乗っていただきたいって言ったと思うんですけど、うん、高速あもうでもあっちの方行けないからもう別のとこから乗るしかないよねって言うわけよ、はい、でいやすいません、あの高速乗ってくださいってさっきお伝えしたと思うんですけど、うん、あいやでもだからもうこっち来たらもう高速乗れないから、高速乗れない、もう無理無理、あの違うとこから乗るしかないからって言われて、もうさすがにめちゃくちゃ頭きて、はい、いや最初にお伝えしましたよね、はい、そのような返しはちょっとおかしいんじゃないでしょうか、はい、っていうふうに言ったら、ん？みたいな、なんかん？想像つくめっちゃっていう顔が、はい、このここに映ってんのよ、なんかあのでわし何ちゅう顔してんのよと思ってだから私としたらんって顔されただけで無視されてるからさ、うん、ちょっとちょっとちょっとってなってあの最初にまあいいかという気持ちで人を運んでるっていうことに一言もの申したいんですよ、うん、つって、そしたらもう運転手さんまたんみたいな顔した後にうんえすみませんでしたえって言って行くわけよ、えもうですよさん以来よ、はいすいませんでしたほんとでもえって行くからむちゃくちゃ腹立ってすいませんすいませんすいませんはいすいませんじゃないですよね、ちょっとあの違いますよね、はいはい、あのもうちょっと態度あると思うんですけど、はいだからすいません、はいだからすいませんでした、はいはいだからすいませんでした、バイ、もうプリーよもうそれはちょっと擬音で言ったら久しぶりなんですけど高井戸先生の、あ、おー、そうなんです、最高、はい、高井戸先生はもうね多分ずっと忙しかったのはもうそうですね、だけど歌番組とかに出るたびに毎回キョコロヒー状態で、キョコロヒーに出られてからよりそのキャラになりましたね。ああそう、高博先生がどんどん高博先生になっていく、そうだからあのやりながらめっちゃ笑ってます私、うん、それちょっと裏笑いしてんじゃん高博先生に対して、いや面白くて元気よろしくお願いします
高広先生とダンスを見よう。確かにコーナーやったっけ。お久しぶりですね。寂しかったです。あら、あ、嬉しい。最近なんかニュースみたいなのありましたか。キョコロヒーをやったおかげでダンスのプロリーグの審査員にこの前呼ばれて行ってまいりました。へ、うん、すごい。したら選手たちの本番が2分ぐらいなのに2分以上喋ってしまって熱量がね、高広先生すごい。マネージャーが青い顔してて、高広さん生放送が途中で終了してしまいましたあーと思って俺が喋りすぎたな今回の見ていただいて今解説もいただきましたけども、はい、やっぱシェイクっていう曲は先生にとってどういう曲だったりしますか。いや、僕にとってもとっても大好きな曲で大事な曲でもあって、実は過去にトラビスジャパンさんにジャニーズの番組でシェイクの振り付けをさせていただいたことがあります。なのでこれを知った上で今回シャドーファイトさせていただいたんで、振り付け先生が振り付けをしている上でもさらに高橋さんの振り付けは超えてくるものがあったっていうことですね。ポイントポイントで、ああ、そういう作り方あったんだとか、あ、この息をいいなとか、あ、シェイクシェイクっていう象徴的な音で、普通だったら言葉を取るところを最後音楽で行こうぜっていう、この多分トラビスジャパンの思いだったりを汲み取った攻めた一手っていうのもしっかり打ててる。なので作品に対して攻めの姿勢で向き合っている。それがちゃんと形に出ていて、テクニックもトラビスジャパンのメンバーの一番いいところを引き出してる。そこがすごく魅力的だったし、あ、自分もいつまでも学び続けなくちゃいけないなと、今回ミスター T の作品、高橋海人さんの作品を見て思いました。トラビスジャパンに関しても先生が以前振り付けしたものと比べてダンス自体といいますか、やっぱりスキルアップしてますか、トラビスジャパン。いや、もうトラビスジャパンのスキルは底なしなんですよ。もうトラビスジャパンってもともとマイケル・ジャクソンの全盛期を支えたトラビス・ペインっていう振付家、もう本当に世界のレジェンドがいて、そのレジェンドが日本に来た時に俺の作品を伝えたいって思って選ばれたダンス選手たちなんですよ、ジャニーズの中でも。そのダンス選手たちの持っている能力をいろんなこの振付家たちが最大限まで引き上げようとして、で僕も以前シェイクだったりで彼らのすごくいい部分を見れたし引き出せたと思った。そして今回見たら、こんなまだ魅力いっぱいあったのかっていうのを、トラビスジャパンの魅力を、ミスター T、 ミスター高橋海人が引き出してくれた。なのでもちろんトラビスジャパンレベルアップしてるし、さらに引き出しっていうのをもっと隠してるなと。でこれから行くんでしょう、行ってるんでしょう今 LA に。俺も行きました、 LA に行って一緒にマドンナだったりとリハーサルしたのは LA だったし、すごく本当に海外にチャンスがあると思う。いろんなことを言う人はたくさんいるけれども、何かをつかめる人はそこに行った人じゃないとつかめないから、みんな驚かせてやって、ほらなと、俺たちは行ったのは間違いなかっただろうっていう結果を持って帰ってくれば、もうあとバチンなので、めちゃくちゃ僕は応援してます。驚かせてやってください。あの、今日ヒコロヒーさんが来てるんですよって、あのライブって、で高広先生に言ったんですよ。そしたら、来てくれてるのか、めちゃくちゃ嬉しいってすっごい喜んで、でじゃあ探したいなとか、一緒にこれやらなきゃねみたいな、なんかすっごい明るい。そう、本当にもう本当に会ってほしいです。そんな人おんのこれ私もそう思います、本当に素敵なんですよ。どうしよう、そんな明るい人と会ったら私溶けてしまうんじゃない本当にちょっと泣きそうになるというか、で実際本当に泣いちゃうメンバーもたくさんいて、そんな風に言ってくださってみたいな、高広先生に会うだけで泣いちゃうみたいな、そういう子もいるので、結構本当来ますよ。いやだからさ、それもしこの高広先生をさ、もうずっと見てるわけやん、はい、見てなかったら、いやそのあって会ってあげる、泣いちゃうってそれちょっとやばいよそれとかって思うけど、いや分かるもんね、うん、今理由が本当に神様と呼んでます、うん、そんな大人になりたかったわしやってさ、明るくて人のできた大人になりたかった